嫌になっちゃう。だからちょっとおでこはあんま見せたくない。キラキラありがとう。変かいね、ほんとありがとう。眉薄いですか？嘘。まあ、眉毛薄くしてるんですよ。自分結構眉毛が濃いの結構コンプレックスで、メイクで薄くしてますね基本。そう、でも普段からしてるんですけど、おでこ出さないから多分こっちの眉毛しか見えてないから。そうよ、ありがとうございます。いや、いつもとメイク一緒、薄すぎって。うるせえ。そんなに眉毛が好きなのか。メイクで薄くなるの、あ、なんか何ですかね、眉マスカラっていうのがあるんですよ。メイクをされる方は多分わかると思うんですけど、眉マスカラっていうのがあって、それのちょっと明るめの茶色の色とか使ってますね。なんかなんでかっていうと、 STU は基本みんな髪の毛を染めないんですよ。黒髪なんですよ基本、地毛か黒髪なんですよね。で、そう、そしで眉毛も結構黒かったら、なんか自分はすごいね、なんかこうなんだろう、濃くなりすぎちゃうなって思って、ある時から眉毛をすごい薄くし始めました。そうなんです。でも前髪切ったらわからんくなるよ今だけ。ありがとうございます。ルールある？多分、まあでもみんな黒髪です。そうそうそう、眉はメイクです。そうなんです。神ありがとう。ピアス NG？ ピアスはわかんないや、 NG なんかな。わかりません。でももともと開いてたりしたらあれなんですけどね。ピアスあんま開けるつもりは今後はないですね。でも一個思うのが、やっぱピアスの方が公演中取れにくいじゃないですか。もうすっごい公演中にみんなイヤリングをバチバチに本当にいっぱい落ちるんですよ。だからそれだけが問題ですね、悩みですね。結構ね、そう、落ちる。イヤリング激しく踊ったら飛ぶけね。床にね、そう。落ちたの分かる、分かる。いつ拾おうとかめっちゃ考える。どうしようかなとか。しょうがない。ありがとうございます。
ありがとう。今日顔違う？うん。眉間にシワ寄せてみる。なんでフードかぶってるの？なんかこうした方がおでこの広さが目立たないかなと思って。見て、こうやったら眉毛がちゃんと見えた。光がね当たってね。いやー、かわいい。ありがとうございます。おでこ綺麗。うそー、やだおでこ。皆既月食見た？見た。え、皆既月食っていうんか、ん？なんちゃら月食。え、なんかすごい400何年ぶりみたいな言ってなかったっけ？なんかね、ニュース見てたんですよ。だから400、ん？結構結構ぶり。でもね、次の月食は2026年9月8日ですみたいな言ってて、月食ってそんなあるんやと思って。442年ぶり。皆既月食、そう、すごいね。すごかった。見ました。あの、外出て。マイキーニュース見るんだ。ニュースたまに見るよ。いる。見てなさそう？赤かった。すごかった。不思議だった。なんなんだあれは。地球の影？え、地球の影とかさ、なんで、どういうこと？月食ってなんなんかね。地球と重なる。でも私たちは地球にいるよね。どういうことな？太陽、地球、月の並び？ね、太陽でしょ？地球があって、太陽、地球、月でこう、太陽がこう光ってて、私はどこにいるんだ？わからん。地球の影が映ってる。はーん、そうなの。難しくない？私さ、あの中学生の時に習ったさ、月のなんか、月とか地球とかの動きのやつね、永遠に理解できなくて、テストも結構ボロボロだった思い出ある。なんかどう月は見えますかみたいな、月は今どう見えてますかみたいな問題。え、月すごい。しかも今日だってあれだもんね、地球にいる人がみんな見てた月。見てた？
え、何？あ、反対側の人は、あ、そうなの？投資地球投資わかる。スマホじゃ撮れんよね。なんか月とかってさ、あんなに綺麗なのにさ、スマホじゃさ、なかなかこの伝わらんよね。一眼レフとかじゃないとなんかさ、はっきり見えんのかな。あんまり。めっちゃちっちゃくなるのわかる。あ、なんかさ、なんでこんなちっちゃくなるんって思うくらいちっちゃくなる。こんな、もう。寿司かかたん、ありがとうございます。ねえ、マイキューの iPhone 何？マイキューの iPhone なんだっけ、なんか13プロかな、13かな、どっちやったっけ、忘れてしもうた。まあね、心のね、メモリーに焼き付けて。13プロやで。あ、すごい。私よりも知ってる。なんで？携帯の外装だけでわかるの？下になりゃ忘れる？まあ寂しいこと言う。忘れないこともあるんだよ。なあ。でも確かに私最近物忘れ激しいんですよね。うん。カメラ3つならプロだよ。3つあります。タピオカです。タピオカメラ。昨日何した？え、何したっけ？昨日食べたものもあんま思い出せんかも。なんかね、それもやしね、あとね、ものの名前とかはたまに忘れる。なんだっけかこれみたいな。歌ってた？確かに昨日カラオケ配信した。ラーメン？え、ラーメン昨日食べたんだっけな。昨日か、食べた記憶はあるけど、それがいつなんか忘れてしまう。昨日ありがとう。気づいたらラーメンのメール来てる。メール取ってくれた後、ファンの皆さんの顔忘れないで。じゃあ私に会いに来てね。わかった。
わかったかい。2日連続アートってやってる。え、なんで嘘言ってる。だ、口癖なんだよもう。めっちゃ言ってしまう。なんかそれさ、お母さんにも言われるわ。めっちゃアートって言うよねみたいな。アート口癖だ。ありがとうってことです。アート。ありがとう。剣が当たりません。え、なんの公園、公園ですか。なんだろう、赤ちゃんも赤ちゃん23歳です。もうすぐしたら怒涛のライブ。お話し会ライブ。バブーって言ってください。バブバブバババババブ。おぎゃおぎゃ。もうすごい眉毛がないって言われる。もうそうなんです、そろそろ消えます。眉毛消化、さようなら、バイバーイだってさ、眉毛って何のためにあるの思わない？このここにさ毛が生えてさ、え、これ何のためにあるんかな、ここに。なんでここに毛生えたんかな。汗を防止するのはこのまつ毛だけでいいよね。この2段階にさ、バンバンってさ、いるのかな？なんでなんだ？汗なの？そう、やっぱじゃあ公園とかでさ目に入るのかな。眉毛完全に消して、こうしたらいいんじゃない。いや、画面が私の顔しかないみたいなね。表情を作るため。わかる。あの眉毛をこう片方ずつピクピク動かせれるようになりたいんですよ。眉毛って結構やっぱ表情で大事だもんね。で、眉毛をこう片眉ずつ上げれるようになりたいんですけど、難しいこれは難しいんですよ、表情筋。皆さんできますか、眉毛片方ずつ動かすの。むずくない？こっちならあげられるわ。眉毛動かすって何の憧れですか？なんかそうですね、いろんなアイドルさんを見るんですけど、表情が本当にすごいなって
思うのが本当にあのなんか最近めっちゃ思ったりするのがね、宮脇さくらさんとか本当にねめっちゃすごいんですよ。でなんか K-POP、うん、とかのアイドルさんって眉毛とか片方ずつ動いたりすんのよ。いやそれを見てすごっと思って、そうそういろんなアイドルさんを見ますこの間宮脇さくらさんずっと見てたらね、そのなんかっていう表情をステージ中にやってて、いやこれはなかなかあのなかなかすごいしない、日本ではあんましないような表情だなと思って、それがめちゃめちゃイケメンだった。ありがとうございます。いろんなアイドルを見るなんて一緒だね。推しは何人いるんだ？ウインク、え、ウインクやりたい。できん。いろいろ見るかも、うん、してみて。だって左だけならできる、右は絶対にできん。でもね、なんかこうウインクだけに集中したらできるんですけど、いざ頑張ってステージ上で踊りながらやるっていうなったらそれはまた別、絶対にできん。もうそっちに気をとらわれすぎて、ここでウインクする、ここでウインクするとかって考えたら絶対にできんから本当にウインクするのすごいなと思う。ライブ中の表情すごい。私どんな顔してる？無謀、無謀の表情ありがとうございます。無謀のソロ好きです。もう毎回緊張するの。もう無謀のソロし、ありがたいことに無謀な夢は覚めることがないという曲を披露するときはよくセンターを任させていただくんですよ。16人の時は違うんですけど、6人とか7人の時はね、こうセンターをさせていただくんですけど、でそのセンターの人が最初の歌割りで結構ソロでねあるんですよ、歌うところが。もういつもめっちゃ緊張する、本当に緊張する、もうめっちゃ緊張する何回やっても緊張する。
ソロ曲、ソロ曲も頑張ってます。ソロ曲かわいい、ありがとうございます。すごい、何歌おうかめっちゃ迷って、めっちゃ優柔不断でさ、歌いたい曲が何曲かあって候補があったんですけど、どこでやるの？ソロ曲ですか？ツアーでやります。ツアーでね、神奈川は千穂ちゃんとサーヤンがソロ曲やったんですけど、次長崎があって、沖縄があって、宮城があってって感じなんですけど、最後東京、みんな一人一人ソロ曲が回ってくるので、どこで、どういうこと？ツアーでやります。ツアーのライブ中にやります。ん？多分ツアーの、ツアーを見ていただけたらわかると思うんですけど、どこでやるか、あ、場所ですか？なんかはっきりは言えないんですけど、匂わせましたね、ちょっと前にでもあんまはっきりは言えませんが、はい、みんさんありがとう。中村舞です。そうですね、ソロって初めて、いや初めてじゃないですけどね私が今までやったことあるソロは ST48 入って初めて、ロマンスかくれんぼっていう曲をさせていただいて、前座でさせていただいたんですよ。その公演には出ないんですけど、公演の前座で一番最初にやったのがロマンスかくれんぼで、多分次にやったのが四国公演で、それでも好きだをやったんだんで、じゃあそれでも好きだよをやりました。それでも好きだよで、さらに四国公演で別の時にあれをやりました。週末なんだっけ、週末ノットヨット、週末にキスをしようぜみたいなやつ、だったっけな。そうやって、あとはドラフト3期生の周年ライブでチャンスの順番やりましたそれくらいかな。意外と少ないよね。だってアイドル ST 入ってもう4年、丸4年経って5年目かだけどさ、ソロはなかなかめっちゃしてるわけではない。夜風の仕業やったわ、瀬戸マイクで夜風の仕業、しかも泣いたんよ夜風の仕業中に泣いたんよね、覚えてます。夜風の仕業、ありがとう。なんで泣いたんだっけ、なんかでも感極まって泣きました。いろいろあって泣けてきて、なんかしかもその時瀬戸マイクでみんな泣いてたんですよ。なんか5人ぐらい連続で夜風の仕業披露して泣いてなんかみんな泣くっていうね。みんな泣いてたよ。
なんで泣いてたんだみんな。いや風の仕業で泣きました。瀬戸マイク時代見たかった。瀬戸マイク時代はもうねすごかったよ。もう負けへんで、負けたらあかんこんな感じでした。瀬戸マイク時代どんなんだったかな。でもなんか結構私 MC が本当に得意じゃないんですよ最初から。で、うん、今もそれはすごく感じてるんですけど、やっぱ瀬戸マイクってあの MC ユニットだったので、今はもうマイカーになってしまったんですけど MC ユニットだったので、なんかすごいコントみたいな、ちょっとなんかちょっと挟むんですよね、なんか小芝居みたいなの。しかも結構即席でやるんですよ。じゃあここはこうしようみたいな感じで、すごい裏でもう即席で結構決まるんですよね。それがもう自分の中では結構ちょっと恐怖本当に恐怖で、そうなんかそのすごい怖かったですね。みんなはそれを結構こなすから、そうアドリブとか、ありがとうございます。滑ると辛いよね。いや絶対滑るよって言いながらやってたよこれ絶対滑るよねみたいな言いながらやってたよ。まあ、やりきることが大事ですからね。瀬戸マイク大好き、瀬戸りも好きだった。そうそう、みんな笑ってく、そうだよ。でももうみんな本当に声出して笑ってほしい本当にまだダメなのかな声は。ねえ、なんかどうなんだろう、よくわかんないけど。なんか反応すごくしてくれるとめっちゃ嬉しい。いいよね。何だっけ、あのさ SKE さんさ声出しありみたいなのやってた。 STM もどうかな、ないかな。 NMB さんの劇場、みんなすっごいうなずいてくれた。なんかもう首コク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 って、だからすごい、あのあとこれとこれ結構そう、だから何ですか、すごい分かりやすくて嬉しかった。お腹鳴った、旅行もうあるなんとかしましたかったら、うーんとか、私の関西弁できてますかって言ったら、うーんみたいな、そこはうんってしないみたいなね。
厳しい厳しい。いやでも嬉しい、反応が返ってくると嬉しい。お時間3分。まあまあ関西弁よかった。あとまたあとって言ったあとこういう時に使います。あと団長呼ぼう。くまねパパさん、パオさん、あずゆいさん、きなぺこさん、ゆうさん、アルフォートちゃんさん、しんじさん、東京のスワンさん、まゆたみさん、はらみちさん、りょんきゅうさん、まさきさん、かきひろさん、ありがとうございます。ありがとうよーよーよーチェケラー。ラッパーみたいですよ今日。私この間ね、ラッパーの仕草を教えてもらったの。うまくない？誰に、あのダンスの先生にダンスの先生が、あのお決まりにね、ラッパー講座をしてくれたんですよ。ラッパーはこうやって動く。っていうのはそう、ラップやる？そのうちやろうかな。ありがとうございました。おやすみなさい。あと30秒。本当に？あと30秒。てるてる坊主おやすみなさいませ。またねー。